はい、どうも、いつきんです。本日ですね、新しいキャラ、限定のハロウィン岬が実装されました。ハロウィンの限定キャラはですね、忍で終わりなんじゃないかなと、スタートダッシュガチャっていうのが、実装が決まっていたので、今回は限定キャラないんじゃないかなと思っていたんですが、またもですね、限定キャラを実装してきました。水着限定の時、3連続で水着キャラをガチャで出してきて、かなりそれで人がですね、減ったはずなんですね。さすがに露骨にちょっとお金稼ぎに来ているなっていうのが、おそらく感じ取れたと思うので、かなり人が減ってしまったと思うんですよ。で、そこからですね、ちょっと最近新しくね、ドラ狩りだったり、アトリエオンラインだったり、新しいソシャゲが出てきて、そっちに持っていかれているはずなんですけど、さらに限定をかぶせてきて、これで人が戻ってくるのかなっていう、ちょっと心配しています。前回の、ハロウィン忍、動画にちょっと上げなかったんですけど、私11万円かかりまして、かなりすり抜けをする、ピックアップがあんまり機能してないんじゃないかなと、思っています。本当に、プリコネ、面白いゲームなので、人があまり減ってほしくないんですが、クランバトルなども見ていると、かなりギルド、クランですね、クランが解散して、人がかなり集めにくい。うちも何名か抜けてしまって、補充にかなり手間取ったりしているので、このままでいくと、まずいんじゃないかなと思っています。サイゲームさん、プリコネが大好きと、いうふうにイベントで言っていたので、あまり露骨な人減らしはやめてほしいなと、私は思っております。ということで、ただ限定キャラ引かないわけにもいきませんので、石を100連分用意しましたので、これから引いていきたいと思います。前回11万円かかってますので、今回、同じぐらいかかってしまうと、私は生活ができなくなってしまいます。お願いします。ではまず10連目いきます。はい、まずはロードなしと。一応、持っていないキャラがハロウィン岬だけですので、ロードが入れば確定になっています。10連目でさすがに来るとは思っていないので、奇跡が稼げたと思えば、いいんじゃないでしょうか。まだ私心に余裕があります。もう前回ね、無償石も使っているので、11万円っていうのはあくまで課金した額になっているので、プラス無償石2万ぐらい使っているんで、11万以上使ったことになってるんですが、20連目も空振りと。いや、これがね、ほんと多いんですよ。このすり抜けがね、本当にこうピックアップされてないんじゃないかなっていうぐらい多いんですよ。もう実質こう出ててしまうと、次ね、また抽選し直しみたいな感じになっちゃうんで、本当にこのすり抜けだけは勘弁してほしい。30連目ですね。30連目も空振りと。金が5枚ですか。4枚ですね。もう前回ね、秘石がですね、もともと秘石1000ぐらいあったんですけど、それがもう3000までなりましたから、もう相当な数すり抜けたんですよ。40連目。本当に。せめて100連で、一応これで今日出なければまた100連追加するんですが、今日でなんとか出てほしいです。40連目。空振りと。せめてね、すり抜きがしなければ、運が悪かったんだなっていう、納得はできるんですけど、すり抜けちゃうと本当に無駄に運を使ったなっていう
気がするんで。50連目ですかね。いきます。そろそろ出てもいいんじゃないか。ここにお願いします。アラブリと通常岬じゃないんだよ、ね、いやこれね本当にその出た人はいいと思うんですけど、出なかった人は本当になえると思うんで、それでもうこのゲームやめちゃおうってなるとどんどん人が減っちゃうんですよね。かなり今回は他のゲームもあって人が減ってるのをひしひしと感じるんで、なんとかしてほしいですね。60連目いきます、うん、ちょっとそろそろまずいな。いやー再生保証か、まあいいんですけど、はい、何回最低保証が出ようと1回当てればいいんで、いやまずいっすねこれ。あと4回引けるので、これが60連目ですかね。いきます。あーいやーもうこのロードが出ない時点でダメっていうのがすごい心にくるな。はい、空振りと、あと30連ですね。お願いします。70連目。あ、汗出てきた、変な汗が。70連目いきます。いやこれマジで出ないな。70連目も空振りと。最低保証。いや、やっぱりね、すり抜け1回しちゃうと、その後ほんと出ないんですよね。前回分かったんですけど。80連目。ます。頼む。そろそろ出てくれ。いやーきついなー。まあ、今回まだ1万円だけ課金してその残ってた無償石とかを使ってるので、まあ、課金額としては1万円なんですけど、ちょっときついな。では100連目ですね。これがます。お願いします。まあ、確率的にはおそらく、まあ、100連して1枚星3は出てるのでっていう感じなんですが、じゃあ、石なくなってしまいましたが、1日限定とチケットがまだ残っているので、これでいきたいと思います。これが101連目ですね。出ないかな、チケットとかで。出ないよな。前回もね1回目でロード引いたんですけど祭りだったんですよね。運をね最近ちょっと、まあ今まで結構いい感じに引いてきたんで、ここでようやく詰まったかなっていう感じはするんですが、102連目です。はい、103連目お願いします。はい、というわけで、皆さんも限定岬は性能的には、まあ、かなりオンリーワンと言ってもいい性能ではあるので、あるんですが、あまり引きすぎないように皆さんもご注意ください。11万円かかってしまうと、
まあ、今月の私にはダメージはないんですが、来月引き落としされるときにですね、多分絶望するので、皆さんもあまり引きすぎないようにだけ、っていうのを言っておきます。またですね、私は限定キャラ絶対手に入れたいので、また、明日か、明後日か、石を追加して、ガチャしたいと思いますので、ぜひ動画の方、見ていただけると、幸いです。チャンネル登録などもしていただけると、この傷ついた心が少し潤いますので、お願いします。それではご視聴ありがとうございました。